高石山は北海道札幌市南区にある山である。札幌の南郊外にあって明治時代から札幌高石という石材を産出した。現在は切り込み採石が主として生産され、石垣や護岸に用いられる自然石も生産されている。標高371.0メートルとされるが、これは三角点のある東方の高さである。中央方は より高く397メートル、西方は353メートルである。堅い山の名称は、周辺一帯の住所としても用いられている。一方、上鉄バスの停留所名は、鉱石山である。尻ベ市山地の東の端にあって、ほぼ独立した山海をなす。豊平川の北極部にあたり、この川が、山の南と東を縁取る。南面では、 絶壁が川に面する。北には南の沢川が流れている。北、東、南の三面の麓は平地で主に住宅地として利用されている。山の東側は採石場で階段状に山が切り取られている。山体は新生代第三期中心余末に地下から上がってきたマグマがデイサイトになったものである。高石山での採石は 1872年に遡る。新しく北海道の主婦として建設が始まった札幌に石材を供給するために大岡スケモンが採石を始めたのが始まりである。対岸の穴の沢で札幌南石が発見されると札幌高石として区別された。これが高石山の名の由来である。主に建物の土台など強度を要するところに札幌高石。 壁などの飾り石に、札幌南石が使い分けられて盛んに用いられた。事業ははじめ開拓市の官営であったが、後に民間が払い下げを受けた。一般的に登る山ではない。南側、豊平川対岸の河川敷には、豊平川緑地があり、圧倒的な高度を持ってそそり立つ高石山の岩壁を眺めることができる。今村智信、札幌の山、五十宝。 札幌の山々、札幌資源町名一覧、南区上鉄橋定流所、札幌の山、峠から、南区、札幌地名校。ありがとうございます。